してないんですけど、今新聞でマーシャーの方なんですよ。マーシャー先生言って、で巨大やんキャンパスを建てようとしよう。横幅50メーター。そこへ牧場で桜の花を描こうじゃないかと。言ったのが発端なんです。で、ところがね、その巨大キャンパスを建てるのにも問題があって、その場所は日本でも一人を争う強風が吹くと。だから50メートルのキャンパスを1週間で建てるつもりが、何度も倒れて1ヶ月かかったんです。で、そこへ半分は住民の方たちのメッセージを入れてるんです、もう一度ここで住みたいとかね、死んだお父さんもう一回会いたいとかね、もうその言葉だけで本当泣くことが書いてますね。で、その半分に桜の木をね、木中で書いたの。ところがね、その桜の木を書いて花は咲かしてないんですよ。つぼみを点々って入れてるだけなの。それを見て感動してね、すぐ僕は放送局を通じて向こうへ行ってもらった。だからその神山さんという方から僕に連絡があって、なんかそういう楽曲を作ってもらってありがとうございますって言って、来ていただけるんであればもうそれだけで向こうの人は泣いてるわけですよ。で、東日本大震災っていうのは悪いけど名古屋までなんです。名古屋からこっちはみんな阪神淡路大震災。僕は阪神淡路大震災の曲は書きましたけどね、一粒の涙っていう、だからそれでこれに書いてやろうと思って書いたのがその桜咲いたらって。で、今度その歌で、ね、さんこっち来られますか、女性の方の歌で最低30人ぐらいで行って、歌で花を咲かせてやるわけ、ものすごい構想なんです。初め夢やったのが今集まりだして、これが夢じゃなくなってきて、みんな、まあ行くのは5月9日ぐらいですよ、決まってるんですね。だからそれまではびっちり練習ができますので。いかがですか？だけど関西の大阪の人は言わないだけおしゃべりかって生まれてくると口から出てくるそういうこととか、まあ、そういうことを趣旨にした教会なんですよ。東大阪市はベルリンの密テクと日本語はダメなの？少し片言ぐらい。だから私ダメだから、ね、通訳つけたくて通訳出す予算がない。あ、ヨーグルトなんです。はい、ヨーグルト、はい、で私ここに持ってるのが麹ジャムって言って、ご存ですか？お料理をするにしてもお砂糖の代わりにこれを使わせてもらってるんです。お昼ねランチ ねランチがやっぱりね楽しいよね。まあ、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 まあ